そうですね。最近はその写真ってどういうものなんだろうとか、写真の原理みたいなことからスタートして、まあ、コンセプトを決めて、でそういうイメージが頭の中に具体的に現れてきて、じゃあそれに必要な場所はどこなのかっていうのを考えて、今まで見た自分の記憶を総動員して、あ、ここだっていう時もありますし、探して探して探して当たりをつけてそこに出かけていって、光の具合とか時間とか、そうですね、この時間帯はこういう状況だと、じゃあもうちょっと半日後行ったらどうなるのかなとか調べたりして、それで場所を決定していったりしてます。実際はほとんどのものはそんなに暗室でこう手を加えてやってるものではなく、撮影の時にすでにそのそういうふうになるネガを作っています。なので、光の加減っていうのがものすごく重要になるんですよ。光と影の、強調された時間帯と場所を選ぶ。一等最初にその人に興味を持ち始めたのは、やっぱりこう人と人のコミュニケーションって何が返ってくるかわからないっていうのが面白いなと思ったので、風景と違ってその自分の思い通りにならない瞬間っていうのが、人にレンズを向けた時に、顕著に現れるですね。こういう瞬間が欲しいって思う瞬間がありますよね。こう人の並び位置とか、人と人が歩いてる感覚とか、こう面白い感覚になったりする。それを、あらかじめ欲しいイメージはあるんですけど、それを裏切る瞬間っていうのがあって、それをこうバシ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 撮っていって、で撮った中からそうですね、ネガを見てこれがいいっていうのを決めてる感じですね。あまりその絶対にこういう人が来なければいけないとか、こういう、シチュエーションでこういう人がこういう状態でっていうのを望んでても来るものではないので、ただ待ってその瞬間を押すっていうことをしてます。人でも物でも場所でもそれぞれ名前がついてるじゃないですか。でもその名前を私たちはこう信じきってそのものを普段見ているんですけど、でもその名前って本当なの？って、まあ法律はありますから、正しくないとか悪いこととかいうそういう区別はあるんですけど、まあそういうその何て言うんですかね、一旦個別性を剥がして見る人が自分の目で何かこう新しい発見をして、そのものを見る、疑ってみましょうよ、見るっていう行為を疑ってみましょうよっていう、そうですね、そういうことを試しているつもりです。今まではそうですね、あまりその凝った演出というかをしないことで写真を真正面から見てもらいたいなという気持ちがあったんですけど、今回は幸いその大きいスペースをいただいてますし、もうちょっと自分のやりたいことをストレートに演出できる方法はないかと考えて、それでそうですね、黒い部屋は写真が、窓になるというか、写真を窓にするっていう演出をしていて、で白い方は、見ている人そのものが、その人たちこそが主役になって、見ている人を含めて、そのまた別の見ている人がこういう状況を楽しむ
仕掛けみたいなのを用意してます。私がこう一番大事にしているのは、まあ、当たり前なんですけど、想像は作家の専売特許じゃないと。見る人も想像するからこそ写真とか作品が生きるんじゃないかなと。なのでそれをこう体感できるような方法を試したいなと思いました。そうなんですよ。今までちょっと、色ってこう強烈すぎてちょっと敬遠してたところがあるんですけど、その前の作品で赤い靴が履いてる人を撮ったんですね。でその赤がなんかずっと心に残ってて、赤って綺麗だなと、思い始めて、またここから色も出てくるかも知れないですね。わからないですが、今ですね、これまではその写真というものは、これまでというか、まあ、今もそうなんですけど、写真ってその撮影者であっても被写体であっても風景であっても、そのものの本質、内面って映るのかな、いやどうなんだろうな、外面だけなんじゃないのかなと、なんかこう思って、信じてたところがあるんですけど、でも私の信条はその見る人自体が想像をしてほしいっていう写真を撮ってるので、その見る人が物語を作れるような、物語っていうのに今すごく注目をしていて、ナラティブな作品とか、まあ、そういうものをちょっと挑戦